南北朝時代。南北朝時代は、日本の歴史区分の一つ。1336年から1392年までの57年間を、指す。ただし、四季の日付から周期の日付までの期間は、56年弱である、後日。鎌倉時代と、競技の室町時代に挟まれる時代で、抗義の室町時代に含まれる。 死期は、ゆり薄歴れ三1337年1月23日、延元元年、建務3年12月21日。建務の申請の崩壊を受けて、足利高氏が、京都で新たに、光明天皇、北朝、寺明院等を擁立したのに対抗して、京都を脱出した、五代醐天皇、南朝、大覚寺等が、吉野安宮に、仙った時期であり、中期は、 ゆりうす1392年11月19日、元中9年、明徳3年うるう10月5日、南朝第4代の五亀山天皇が、北朝第6代の五小松天皇に上位する形で、両朝が合一した時期である、明徳の和約式を、兼務の申請の始まりである1333年と、する場合もある。鎌倉時代の後半から、半世紀にわたって、 両党鉄律という不自然な形の行位継承を繰り返した高等は、すでに寿明院党と大覚寺党という二つの相入れない系統に割れた状態が向上化するという未的な分裂を招いていた。それが東枠と神聖の失敗を経て、この時代になると両党から二人の天皇が平立し、それに伴い京都の北朝と吉野の南朝の二つの朝廷が並存するという、 冒険の完全な分裂状態に陥った。領長は、それぞれの正当性を主張して激突し、幾度以の大規模な戦が起こった。また、日本の各地でも、守護や国人たちが、それぞれの利害関係から北朝あるいは南朝を組みして、戦乱に明け暮れた。こうした、当時の世相を、奈良幸福寺大上院の第20代門関、仁ン,ンは、 自らが編纂した大乗院日記目録の中で一点両帝南北京野と表現した。これを中国の疑心南北朝の時代を模して南北朝時代と呼ぶようになったのはかなり後のことである。なお、明治以後に南朝の天皇を政党とする主観が定着すると、この時代の名称が北朝の語を含むことが問題視されるようになったため、吉野朝時代という新語が作られたが、 第二次世界大戦後に広告士官が影を潜めるとともに指導前となった。原稿党は南北朝の合一以来北朝である。南北朝時代の意義とは上部構造から見れば、公家勢力のほぼ完全な無力化、そして武家単独政権の成立である。前代鎌倉時代は鎌倉幕府と朝廷の後部二重権力であり、公家も、なお荘園、公領を通じて、 一定の権力を有していた。ところが、天皇申請を掲げる南朝の失敗により、天皇家など旧勢力の権威は失墜し、一方、北朝の区下も、室町幕府第三大将軍、足利義光によって、警察権、民事裁判権、商業課税権などを、次々と散脱されていった。南北朝が合一した時、後に残った勝者は、南朝でも、北朝でもなく、 足利将軍家を中心とする室町幕府と守護体制による強力な武家の支配機構だった。一方、南北朝時代の意義は、株構造から見れば、二毛作の普及等で生産力が向上し、民衆の力が増したことにより、それまでの日本社会は俗縁、血筋、婚姻をもとに形成されていたのに対し、この時代に、そう、存なく、つまり、支援で結ばれるようになったことにある。 氏族の支配ではなく、地域の支配が重要になったのである。戦乱が60年近くの長期に及んだのも、この社会構造の変化が基本的な要因である。こうして、地域を単位とした新しい勢力は、黒人と呼ばれ、南北朝の内乱を契機として台頭し、やがて国人層への優遇政策を打ち出した室町幕府に就くなど、大勢力の政治動向を左右した。 南北朝の社会をリードしたのは、バサラ大名、旧来の権威を無視する武士に加えて、株構造から出現した悪党、悪人という意味ではなく、旧勢力に反抗的な地域組織という意味だった。河内の一悪党に過ぎなかった、楠木正重が、南朝に有力武将として登用されて、太平記ヒーローとして描かれ、その息子の楠木正則木行である三儀にまで、 登り詰めていることは、その端的な象徴である。南北朝の内乱における、上部構造と下部構造の変化は、日本という国のありさまを根底から変革した。こうして、南北朝の内乱は、生産力から美意識まで、すべての角度において、新しい日本を形成していくことになった。鎌倉時代半ばの還元4年、1246年。 後佐賀天皇の上位後に、皇統は、皇位継承をめぐって、大覚寺党と寺明院党に分裂した。そこで、鎌倉幕府の仲介によって、大覚寺党と寺明院党が、交互に皇位につくこと、両党決立が取り決められていた。1333年、現行三年、昭教二年、大覚寺党の五代五天皇は、全国の武士に、倒幕の臨時を発した。 これに応えた、足利高氏や新田義定らの働きで、鎌倉幕府は滅び、剣武の神聖と呼ばれる、五代醐天皇による神聖が始まった。政局の混乱が続き、恩賞の不公平により武士階級の支持を得ることは、できなかった。公家も天皇による前例の軽視に不満を持ち、神聖に失望した。北条氏の残党が引き起こした、中仙台の乱を討伐に向かった高氏がそのまま、 神聖から離反すると、不満を抱えた武士たちの多くが高氏に従った。五代醐天皇は、新田義貞や北畠秋家に、高氏討伐を命じる。新田軍は、箱根、竹の下の戦いで敗北し、高氏らは、京都へ入るが、やがて、道の区国から下った、北畠軍の活躍もあり、駆逐された。高氏らは、九州へ下り、たた浜の戦いに勝利して、 勢力を立て直した後の翌年に、自明院党の黄金条項の院前を掲げて、統制する。迎え宇つ宮方は、新田義貞、楠木正重が、港川の戦いで敗れ、比叡山にこもった。高氏は、五代醐天皇との和解を図り、三種の神器を摂取し持ち、病院三鶴の光明天皇を京都に擁立、北朝した。その上で、式目を制定し、 施政方針を定め正式に幕府を開く。五代醐天皇は、京都を脱出して、奈良の吉野へ逃れ、北朝に渡した人儀は偽物であり、光明天皇の行為は正当ではないと主張して、吉野に南朝、吉野朝廷を開き、北陸や九州など各地へ、自らの御子を奉仕させて派遣する。南朝方は、名は長都市結城近光、千草忠明のほか 北畑秋江、新田義定らが1338年、延元三年、略王元年までに次々と戦死し、さらには、翌年、後醍醐天皇が崩御したことで、軍事的に北朝方が圧倒的に位に立つ。1348年、昭平三年、昭和四年には、四条縄手の戦いで、楠木正重の子、楠木正幸、楠木正時兄弟が、 足利法の高市直に撃たれ、吉のアングルが陥落して、小村上天皇ら南朝一行は、画名、奈良県五条市へ逃れ、水星は覆い隠せなくなる。しかしその後、高氏が政務を任せていた弟の足利忠義と、足利家の執事である、孔諸直との対立が表面化し、官能年間には、官能の上乱と呼ばれる幕府の内紛が、起港。 清掃に敗れた忠義は南朝に基準し、高氏の子で忠義の養子になっていた足利忠冬も養父に従い、九州へ逃れて戦う。山名時氏など、守護の一部も南朝に属して戦い、京都争奪戦が繰り広げられるなど南朝は息を吹き返すことになる。小村上天皇は、南朝方の住吉大社の空治家であるつも氏の、住野江殿、聖院殿に移り、そこを、 住吉安宮、大阪市住吉区とする。1351年、昭平六年、官能二年には、高氏が忠義派に対抗するために一時的に南朝に降伏。年号を南朝の昭平に統一する昭平一党が成立した。これにより、高氏は正位大将軍を解任された。南朝は、このにじて、京都へ進して、 足利義明を追い、京都を占拠して、仁義も接収する。義明は、北朝年号を復活させ、再び、京都を奪還するが、南朝は撤退する際に、黄金、光明両上皇と、天皇を退位した直後のスコ上皇黄金の巫子を、画名制へ連れ去った。このため北朝は、黄金の巫子で、スコの弟の五黄本天皇を、仁義なしで即位させ、合わせて、 後部の下にを復旧させ、高宇も、正位大将軍に復帰した。南朝の北畑地下房は、関東地方で、南朝勢力の結集を図り、同情した、日立国を打上にて、南朝の正当性を示す、人能正当期を執筆する。三百三十九年、延元四年、略王二年の後代を天皇崩御後、南朝の指導的人物となるが地下房が1354年、 昭平九年、文那三年に死去すると南朝は再び衰微する。1358年、昭平十三年、塩分三年四月、足利高氏が死去すると、新田義貞の維持、吉宗やで羽に逃れていた北畠明信らが再起を試みるも、組織的な放棄には至らなかった。逆に、北朝側は南朝総統の大攻勢に出て赤坂城などを落とすが、 1361年、昭平16年、公安元年幕府内での抗争で失脚した細川清氏が南朝に基準して、楠木正則、正重の子らと共闘し一時は、京都を占拠する。しかし、1月にも満たずに脱回される姿勢を覆すことはできなかった。足利義明時代には、大内博世や山名時氏なども起伏し、1367年、 昭平二十二年、常時六年は僕交渉を行うも北朝に拒絶され、以降は大規模な南朝の構成もなくなった。同年1367年12月28日、旧暦12月7日、二大将軍、吉明墓。1368年、昭平二十三年、王安元年、南朝で強行派の長慶天皇が即位すると、和平派の楠の木正則は、 南朝内で孤立することとなった。そのため、翌1369年、昭平24年、王安2年、足利幕府は、幼い将軍、足利義満を補佐した官僚、細川頼之の指導により、南朝方の中心的武将であった正則を、基準させることに成功。南朝は、強行路線を取ったことで、主要人材を失い、かえって勢力を落とし、 幕府法が体制を確立することになってしまった。九州では、たた浜の戦いで足利方に破れた菊池氏などの南朝勢力と、高氏が残した一式の隆氏や二木吉長などの勢力が争いを続けていた。南朝は勢力を強化するために、五代醐天皇の御子である金長親王を正々将軍として派遣し、北朝勢力と攻防を繰り返した。 関能の上乱が起こると、足利忠冬が加わり、三勢力が構想する定律状態となる。しかし、文奈元年、昭平七年、千三百五十二年に、足利忠義が殺害されると、忠冬は中国に去った。遠文四年、昭平十四年、千三百五十九年筑後川の戦い、大穂原の戦いでは、南朝方の金長親王菊池武光、 赤星武ら、宇都宮貞久、草野長幸らと北朝方の将に、寄久、将に直死の不死、大友史事、白い富裕つなら両軍合わせて、約10万人が戦ったとされる。この戦いに敗れた北朝方は、打宰府に逃れ、九州はこの後10年ほど、南朝の支配下に入ることとなった。足利義明の死に橋を発して、九州の南朝勢力は、昌平23年、 大安元年、1368年2月に、統西の軍を越しながと、諏訪方面へ進軍を開始するものの、大内氏に阻まれ頓挫した。またこの頃、朝鮮半島や中国の沿岸などで、和光、前期和光と呼ばれる、海上集団が活動し始めており、1372年、金永新能は、和光の取締りを条件に明朝から作法を受け、 日本国王となるものの、室町幕府は、今川貞大王九州へ派遣して、攻勢をかけ、太宰府を奪回する。南朝が推備していく一方で、足利義満の相次ぐ有力守護大名勢力削原作により、幕府はますます中央集権下を進めていき、その勢力差は歴然であった。百八十二年、河和二年、英徳二年には、ようやく、 楠木正キが南朝駅産市産儀に任じられるが、もはや石日の名称としての面影はなく、同年、北朝の山名氏じに敗退している。和平派の正サが産儀という高官として台頭したことや、1383年、河和3年、英徳3年に、北畠秋義、金長新郎が続けざまに死去、動乱初期からその支えとして活躍してきた。 軍事的支柱を失った南朝、同年冬、大北朝強行路線を通していた長慶天皇が弟である和平派の五亀山天皇に上位。正則は、その後、数年内に死去したと考えられ、宗長親王も1385年に死去したことから、南朝の指揮官の地位は、着手の楠木正勝が継いだ。しかし、正勝は1388年、元中五年、 家京2年に、平尾合戦で、山名氏清に、敗北、1392年、元中九年、明徳三年春には、畠山も特にの構成により、楠木氏の本拠地である、千葉矢城を喪失。南朝は北朝に抵抗する術をほとんど失うようになる。こうして、といった南朝が北朝へ合流する条件が出揃った。 このような情勢の中で1392年、元中9年、明徳3年、足利義満の圧戦で、大覚寺島と寺明院党の両党鉄律と、全国の国画料を、大覚寺党の所有とすることを条件に、南朝の五亀山天皇が、北朝の五小松天皇に三種の神器を渡し、南北朝が合体した、明徳の和訳。大上院日記目録は、これを、南北五合体。 一転平安と記している。南北朝合一を機に九州北部を制圧していた今川定世は九州南部による菊池武友とは僕し、九州も幕府の支配するところとなった。その後、足利義満が新たに作法されて日本国王となる。合一が行われるものの両党鉄律の約束が守られることはなく、自命陰闘の高騰が続いたため、 南朝の維新たちによる行為の回復を目指しての、反抗が15世紀半ばまで続き、後南朝と呼ばれる。彼らの抵抗は、自明院到着流が断絶した1428年、昭朝元年以後、激化することとなる。1443年、夏吉三年には、南朝の維新や日野一族が、御所に乱入し、南朝皇族の通蔵巣、金蔵巣兄弟を担いで、 神事、宝剣を一時奪還する金欠の変が起きる。宝剣はすぐに幕府の手で取り戻されたが、神事は五南朝に持ち去られたままになる。五南朝は各喫の乱で滅亡した赤松氏の再興を目指す赤松維新によって、1457年、長六元年に南朝公営の自天皇、中義王なる兄弟が殺害され、 神事が奪還されることによって実質的に滅亡した。最後に資料に登場するのは、勝山四2499年、明王八年下月、十一月、伊豆国三島に流された王を、総運入道がいめて、総集、相模国に退去させたというものがあり、これが五南朝の資料上の終焉とされている。鎌倉時代初期には、国画寮や、 荘園の内天皇家、公家、寺社の領地には、武家の支配が及んでいなかった。鎌倉時代を通じて、武家の統治機構である守護、地頭に属する武士が、地頭受けや下地中分という形で、国画領や荘園を参植し始めるようになった。この傾向は、南北朝時代に入ると顕著になり、荘園の年貢の半分を幕府に収める藩税や、 年貢の取り立てを守護が受け負う守護受けが一般化した。また、鎌倉時代の守護の権限であった大盆参加上、大盤在則、無本人、殺害人の剣断に加えて、勝太郎関の取り締まりも守護の駅務となり、昇園領主は守護の立ち入りを拒むことができなくなった。これらを通じて、土地支配上の武士の立場は、召喚、ゲスとして昇園領主に代わって、 荘園を管理するだの立場から実質的な領主へと変化していった。守護はこのような武士と主従関係を結ぶようになり、両国内への支配権を強め、守護大名と呼ばれるようになった。南北朝合一時に国画領がほとんど残っていなかったのはこのような背景による。荘園交領制が完全に崩壊するのは南北朝時代よりも二世紀後の対抗検知によってで、あるが、 この南北長期にすでに大きな転機を迎えていた。戦乱により区下や朝廷の政治力が衰え、政治の主導は完全に武家へ移ることになった。また、武家社会でも、それまで当たり前だった全国に分散した所領の支配が難しくなり、分散した所領を売却、交換し、一箇所にまとめた所領の一円化傾向が顕著になった。これに伴い、 関東の狭い、明治の力、か新温の広い地方へ移り住む例が多くなった。近世以来、南北朝のいずれが正当化をめぐって、南北朝政順論が行われてきた。明治時代には、皇統は南朝が正当とされ、文部省は国定教科書で、吉野朝時代の用語を使うよう命じた。東京大学資料編纂所書は、第二本資料で、 南北朝時代を引き続き使用したが、1937年、昭和12年、広告士官で知られる、平泉清志や、宮内省の芝勝森らの批判を受けた。書内の協議の結果、辻善之助所長の判断で、南北朝時代の第6編は編纂は続けるが、出版は中断することになった。第二次世界大戦後、歴史の実態に合わせて、再び、 南北朝時代の用語が主流になった。大日本資料出版も再開された。レンガなどの流行もあり、武士の間でも優雅な気風が生まれつつあった。政治的混乱が大きい時代でもあったので、バサラや二条河原の落書など、既存の勢力への反抗や批判的風潮が強まった。 南北朝時代の人物一覧。南北朝時代の中での段階区分については、以下のような説がある。林家達三郎は、厳密な歴年により区分するのではなく、各時代を代表とする人物によって大まかに4つに分けている。国史大辞典、佐藤和彦担当は、以下のように4つに区分している。前史を一期とカウントしているため、厳密には三期区分である。 日本大百科全書、長原慶二担当も、国史大辞典とほぼ同じだが、全史を除外して、全産期と数えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。